せーの。裏にしてんのなんか意味あるんですか？帽子を裏なの？裏これタグが裏回すマジでついてます。裏だった本当だ。気づかなかったよ。誰か言ってくださいよ。ずっと気になってる。ありがとうね。そろそろ言おうと。ありがとう。もう朝そのままほら被ってきた。ずっとだからな。ずっと2時間経つから5でお願いします。2時間引くのは確かに相手をバラス位置で高い位置をこうやって引く分にはいいんですけど、はい、攻め方としてはこういうラインで攻めていかないと、はい、低い位置でもこうやって回すイメージ、はい、それかこっちで回すか、まあ、どっちかなんですけど、たくさんの方もこっちで回すよりこっちで回すだと思うので、はい、こういうラインで引いてます、はい、それには引いてっちゃダメなんですよ、はい、このラインをこっちに向けるとそっちが必要なんで、そうしないとあのストロークが稼働しないんですよ。ああ、しっかり。なんかちょっと前に送り込むんじゃなくて、難しいな。なんだろう。イメージはこのラインがこっち、こういうふうにこっちになる。だからこう引いちゃう癖がついちゃって。今はだけどそんなにやらなくなってきたから、最初の時そうです。ここを引いて。だから、ここの角度は変えないんですよ、基本。あ、こうですか。ここの肘の角度。これをこうしなくていいんですよ。ああ。上に向いてる。はい、はい。こうすっから腕でいって引いちゃって、引っかかるんですよ。じゃなくて、ここはこのままの状態で倒れる。ああ。それを、やっぱり筋トレ好きな人みんなそうなんですけど、こう腕でこうやろうとしちゃう。引き上げちゃうんだよね。でそういう癖で多分なっちゃってる。こう引いちゃう。もう俺的にはもう引き上げるんだって、逆に引いちゃうも外に向けるのがこう体で回しちゃう感じのイメージだから。だからもうそれにはこの要素は全く入ってないんですよ。なるほど。ただこれは伸びないようにっていう意識でやってるような。
ああ、ここを保持するためのもの。そうそうそう。たまに最初に引け引けって教えられちゃうから、そうなんだよね、難しいんだよね、それがね。それで腕をやろうとするんですけど、そういう意識じゃない。引くのも正しいんだけど、引くとって落ちるし、高いのも引くって落とした。最初の位置がキープできてれば別に。あ、これがちゃんと保てればいいと。そうです。これが伸びずに維持できれば。そうすればちなみにさっきの1個前の出し方、最高です。あ、そうすれば多分手のひらの中に相手の親指を収まって、はい、あ、なるほど。はい。せーの。指が寝てる。まだ目です。